仕方ねえな。さあやるぞ。ハンジさん、巨人の誘い出しに成功しました。こちらに向かっています。よくやった。さすがはリヴァイ班だ。それじゃ早速交戦準備に移ってくれ。エレン、私たちは確かに巨人との戦いに慣れているけど、だからって必ず君を守り通せるわけじゃないからね。万が一ってこともある。君の命を守れるのは君自身しかいないんだ。はい、やってみせます。よし、いい返事だ。さあ私たちも配置に着こうか。ああ、今回こそ成功させる。おい、もういいだろクソメガネ。この辺りの巨人は狩り尽くしちまったぞ。実験は中止だ。まだエレンは巨人化できてないってのに。ちっ、おい、どういうことだエレン。自分で噛んだ手の傷すら塞がってねえようだが。すみません。くそ、なんでうまくいかねえんだ。おかしいな。エレンが確実に命の危険を感じるように状況を整えたし、演出もバッチリだったのに。それもありそうだね。次はもっといろんな状況を試してみようか。そもそも私の立てた仮説が間違ってたのかもしれないし、もう一度考え直す必要がありそうだ。しかし万が一エレンの能力が壁外での実用に耐えないものだったら、作戦は白紙に戻ってしまいますね。くそ、俺はどうすれば。とりあえず今回は撤収作業に移ろうか。私とモブリットは今回の実験結果をまとめてくるよ。エレンはここで少し休んでて、君はエレンの手当てをしてあげてくれ。悪いな。なんで今頃。落ち着け。エレン、なぜ今許可もなくやった。答えろエレン、どういうつもりだ。兵長、エレンから離れてください。落ち着けと言っている。離れるのはお前らの方だ。あれを見ろ。まずはあいつらを何とかするのが先だ。行くぞ。ち、間の悪い。とっとと巨人どもを倒しちまうぞ。この状況で何を優先すべきかを考える。まずは迫ってくる巨人を排除する。中途半端に巨人化するなんて。兵長、これは。落ち着け。俺たちが巨人を倒す間、
お前はそこでじっとしていろ。あの巨人、まさかあれが。マジかよ。何？何の音？何が？うわ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 ！この状況で一番面倒な奴が来やがった。終わりだ。討伐した。一番。兵長、エレンと一緒にいるなんて大丈夫なの？倒した。ノブリット大変だ！エレンが。エレンが片腕だけ巨人になってる！分隊長、はしゃぎすぎです。落ち着いてください。今は巨人どもが押し寄せてきて、ハンジたちに構ってる暇はねえ。この状況でもやることは一緒。私たちで何とかするしかない。うわはぁはぁ、見ろモブリット、この腕。分隊長、今はそれどころじゃありませんって。ダンス始末。エレンのやつ、一体どういうつもりだ。討伐した。エレンは危険だ。さっさと仕留めねえとこっちがやられる。ねえエレン、巨人化した部分ちょっと匂いを嗅いでみてもいいかな。いや分隊長、近づきすぎですよ。絶対そばから。分隊長、その腕触っていい？いいよね。あっつい！分隊長、一気急ぎすぎです。はっ、もう一つ。次だ。先に行く。俺も行くぞ。撤退するぞ。エレン、お前は俺についてこい。遅い。お前もエレンを護衛しろ。当たってた。はっ。やっ。はっ。当てた。苦戦してるみてえだな。行かねえと。やっ。倒した。エレン、気分はどうだ。あまり良くありません。次だ。実際に敵意を向けられるまで気づかなかった。あそこまで信頼されてなかったとは。当然だ。俺はそういう奴らだから選んだ。やった。エレンのやつ、
どういうことだ。許可は下りていないはずだぞ。巨人の力は危険だ。あんなものを野放しにはしておけない。いやどっだ。地獄のような状況であいつらは何度も生き延び戦果を残した。迅速な行動と最悪を想定した非常な決断、それがここで生き残るために必要なことだ。かといってあいつらがお前に刃を向けることに何も感じないわけじゃねえ。遅い。次だ。行かねえと。落ちた。倒した。エレンには俺たちへの敵意が、いや、人類への敵意があるのか。遅い。討伐した。始末。やっ。次だ。片付け。エレンの答えによってはあいつを殺すこともやむを得まい。私たちでみんなが撤退する時間を稼ぐぞ。よっ、倒した。拠点を作ってくれ。急いで立ててくれ。おや、巨人たちに囲まれちゃったね。どうする？面倒だ。全員で奴らを殲滅するぞ。エレン、お前は戦うな。下がっていろ。はい。くそ、俺にできることはねえのか。当てた。
数が多いな。この野郎、離せ！お願い、助けて！エレンとは距離を取りながら戦え。エレン、また巨人になりやがるとは。エレン、どうしてまた巨人化したの？なぜ命令を無視した？ダメだ、通じてない。エレン、なぜだ、聞こえてないのか。じゃなかったぞ。どうやら俺たちに興味はねえようだ。なやることは変わらねえ。エレン、私だよ。声は聞こえているかい？ダメだ、意思の疎通は不可能らしい。
片付ける。Let's go.
面白いやつだ。今のうちにエレンを回収してさっさと撤退するぞ。何も覚えてねえのか。はい、すみません。巨人になる力を使いこなせないといけないのに。そうだ、お前が巨人の力を操れないとなるとウォールマリアを塞ぐっていう大義もクソもなくなる。命令だ、何とかしろ。とはいえ、巨人化するための条件はなんとなく分かってきたぞ。自傷行為だけじゃ不十分なのは最初の実験で判明した。命の危機に瀕した状態で巨人化を試みてもできなかった。何度試してもダメだったのに、エレンは突然巨人化した。落とした包帯を拾おうとした時、そしてあの戦闘中、実験との相違点を考えると、おのずと巨人化の条件が見えてくるはずだ。君は何だと思う？それが無関係だとは思わないけど、今回分かったのはもっと違うことだ。まだ断定はできないけれど、おそらく自傷行為に加えて何かしらの目的を持つことが必要なんだと思う。目的ですか？最初は包帯を拾うという何気ない目的で右腕だけが巨人化してしまったけど、2回目はどうだった？巨人に食われていくみんなを見てらんなくて、どうしても自分も戦わなきゃと必死で。そう、それだよ。より明確な目的を持ったことで完全な巨人化に成功したんじゃないかな。自我を維持できなかったのは残念だけど、大丈夫、慣れればきっと使いこなせるようになるはずだよ。これは俺たちが判断を間違えた、そのささやかな代償だ。だからなんだって話だがな。お前を抑えるのが俺たちの仕事だ。それ自体は間違ってねえんだからな。すまなかったな、エレン。俺たちはお前の力に怯えてしまっていたようだ。でも、それでも私たちはあなたを頼るし、私たちを頼ってほしい。私たちを信じて。はい。